サントリーシリーズ開幕直後のフォーメーション352に戻した。1対1の同点にされた直後、後半14分、磯貝、直接フリーキックを叩き込み、再びリードを奪った。アルシンドに同点ゴールを許し、2対2で迎えた後半44分、松波がゴール、試合を決めたかに思われた。